今日なんですけど、大分県の佐伯市と津久見市の間にある一戸岳というところに登っていきたいと思います。標高 638.4m。 この大和山口というところからのコースタイムが約3時間。ただ今日は出発が今の12時前、11時35分過ぎなんですけど、できれば2時ぐらいまでに戻ってきたいなってあるので、目標2時間というのを目標にして計算していきます。では早速登ってみましょう。はい、彦岳の山道なんですけど、本来ならここに駐車できるスペースがあるんですけど、今ちょっと工事で使っているみたいなんで、この向かい側のこの公園に 4,5 台ぐらい止めるスペースがあったので、そこに今日は止めて登っていきたいと思います。すごく綺麗ですね。いいとこです。はい、駐車場から登山口までの道はこのようにぐね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 と登ってくるような形ですね。結構急なんで最初から疲れます。2時間ぐらいで帰ってきたって言ったんですけど、序盤は一気に登ると僕の場合一気に体力持っていかれるので、最初の15分から30分ぐらいはペースを落として登っていきます。少し歩いたら林道に出てきました。見えてきました。ここが今日登る彦岳の正式な登山口ですね。よし、登ってきます。今12時17分、謎のお腹の痛みにより休憩中です。でもだいぶ引いてきたので再出発したいと思います。10分から15分ぐらい今ロスしましたね。縮小、まあこういうことも起こりうりますよね。でも痛みが引いてきてよかった。多分原因は朝車で飲みながら来たピルクルです。腸が活性化されたみたい。腸痛い。ただトイレもないので、ここは痛みが引くのを待つだけです。たら一回休憩しよう。謎の腹痛で体力持ってかれた。はい、ここがですね、トコギって読むんですかね。ちょっと読み方違ったら申し訳ないです。トコギ分岐というところで、トコギ登山口で僕が登ってきた
で、ここからここ登っていきます。ちょっと声が出てないな。先ほどの分岐点からはこのようにずっと先までほぼ直登みたいな感じで登っていってます。傾斜はちょっとあるかなって感じ。もうね、私目標の2時間っていうのはとうの昔に諦めてゆっくり登ってます。完全に体力を序盤で失いました。そこからまだ復活できてないので休み休み登っていきたいと思います。はい、登り始めて2時間ほど経ちました。ちょっと休憩も多かったですけど、景色が見えるところに来ました。うわ、綺麗。もうちょっと頑張ろう。標高473メートルです。あと180メートルぐらい登る。よし、頑張ろう。空が見えてきた。ここはヘブンなのか。ヘブンだと言ってくれ。少しだけヘブンだ。全然体力復活しないわ。いつもならもう一回心拍数がグッと上がったらエンジンがかかってくるんですけど、今日は全く上がらない。序盤でさっきみたいに腹痛とか起きたらもう引き返してもいいかもしれないですね。距離と時間がかかるような山だとトイレがなかったりするといいかもしれない。山登りに慣れてる人はそこら辺の判断はできるんでしょうか。まあ、初心者の方はせっかく来たから登ろうって僕みたいに思うかもしれないんで、その後も苦痛っていうことを考えると引き返してもいいかもしれない。まあ、そのこの後復活するかもしれないんで、まあ何とも言えない判断ですね。ようやく彦岳山頂が見えてきました。やった。だいぶ体力回復してきました。苦しい時の方が後々思い出として残ってるんで、今日はそんな一日になりそうです。もう一踏ん張りって感じか。600メートル。よっしゃ、行くぜ。あと400。ほら、あと300。あと100だ。私には見える。100だ。俺は
彦岳山頂付近に来ました。ようやく山頂まで来ましたね。今日は短いようで長い登山になりました。すごい絶景だな。やっぱ海と山が一度に楽しめる山っていうのはやっぱいいね。ご飯は下山で食べることにして、給食だけ食べて下山したいと思います。今日もこれブイダインゼリー、今1時半過ぎなんで50分で下りたいです。そしたら予定に間に合います。よし、彦岳ありがとう。よっしゃ、下るぞ。こんなとこあったっけ？ロープがある。よいしょ、ロープ必要だね、本当に。あ、さっきこの下通ったんだ。Heaven Road。植えかけの木を発見しました。なんか、峠分岐付近のちょっと手前、気をつけてください。登山口まで戻ってきました。よし。よいしょ。よし、あとは駐車場まで戻る道ですね。よし、はい、駐車場が見えてきました。よいしょ、帰ってきた。はあ、楽しかった。今日はいろいろあったけど、やっぱりなんだかんだ登山終えると楽しかった。楽しかったなって楽しかった思い出しか残らないですね。ピルクル最高。またね、バイバーイ。